あー、皆さん見えてますかねこんばんは <laughs> なんで笑ってるか、後で説明しますけどね <laughs> え,え始まってますこれあ、ちょっと大丈夫ですよ始今,今始まりましたよ、はいこんばんはということでテストモリモリ、テストモリモリって金倉がめちゃくちゃに書いてるのはこれあの、<laughs> コメント欄がね、だいぶ見やすくなったんじゃないかななんて <laughs> 思って、皆さんいかがかな見やすいぞ見やすいぞ そう、<ー>最終回になみなみならぬ気合で望む我々です <laughs> どうもこんばんは、はい、こんばんはこんばんは、お、こんばんは大輝ありがとうお、よみろんチャンネル大輝<い>ナイスナイスかねくらのチャンネル名ちょっとかっこよくなったんですよほら、なんかちょっと上に黄色いのうるさい感じでめっちゃそう変わったですよねかねくらぎんじろう、ぎんじろうかねくチャンネルチャンネルうチャンネルでももう変えなきゃどっかになこれどうやって検索されるんでしょうかね みちゃん寝るでも寝る寝る寝るで検索されるのかな大体あっヨミロンちゃんって検索されないヨミロンちゃんって誰が言ってますぐらい <laughs> あでも結構言ってくれてますよんみんなうん意外となるほどねうん,んハンドルネームだからあああなんか呼び捨てでよきよなーって思ってるんですけど意外とみんなちゃんづけしてくれますええー

もししかて副会長ですかわあわあおかわいいことおかわいいよ横を向いておかわいいことしていただいてあ横を向いておかわいいこと首に違えてるから全然横向けないちょっとああ出た読みのショータイムからのりって言ってきキおかわいいことかぐやさんは何度見もしますからねああすごいウィンクいいぞあれそれおかわいいことそんなおかわいいあなた えー、今回が最終回ですよ。もう自分に酔いしれてる。おい。はーい。はーい映像がラグってるかもしれません。ごめんなさい。あえー、っとね、配信画面じゃなくて、金倉のあの、共有のやつを見ていただけると。あっ、ミロン自体が多分あなるほどね。そう。可愛さが追いついてこないんです、ね、完全に。<laughs> <laughs> 気合いが絡まるしかっ さあ最終回にして新たな進化そして今回が一区切りでございます <laughs> はい。ということで、えー、我々の同時視聴シリーズ第1作はアルペジオで感動そして <laughs> 第2作は、えー、ラブコメなんですがありがたいことにこの一期だけでなく2期も見る予定です <laughs> <laughs> やっていくぞからシアター 日々日々見やすくそして楽しく <laughs> 改築しております <laughs> 資金源はどこ<え>バーチャル参照金倉銀次郎です資金源資金源はどこだこのシアターの、うん、<laughs> 他にあと金倉ハウスという一軒家を持っていますあ <laughs> なるほど、うん、<laughs> そこへ招かれたゲストはあなたあれ 今日の夜ご飯は、お鍋でした。よ<え>みろんです。読み論ですよみろ。ポップコーン食べてますぐらい。<laughs> 言ったら、ね、そのシアターに来てる。<laughs> <laughs> めちゃくちゃ迷惑じゃん、どう。一 <laughs> 人だけ、力士志望の、なんか、カレーの女の子いるぞみたいな。お鍋を食べて、こう、ね、腹ごしらえしてから、来ました。ここね両津勘吉でもね、もうちょっと空気読むよ。<laughs> 札の家で見えないしさ <laughs> 大丈夫ですもう胃に収めてきたんで安心してください <laughs> 大丈夫です湯気は出ません胃に収めるってことが食事をねなんかそういう楽しみだけど競技と捉えてる人の言い方なんだよな <laughs> 完全に栄養を取るために食べてる <laughs> フルードファイター <laughs> やメろンええヨロミンじゃないぞヨロミンじゃねえぞもう後追いになっても挨拶のやつヨロミンじゃねえぞ <laughs> <laughs> はいということで、前回のこと覚えてますかえ記憶をなくしたシンデレラ、古 <laughs> を見つめないでよ、<laughs> バーニー。なんだっけ、前回。ちょっとごめん、金子ら、あの今日コメントがなんか、しゃに構えてるの、ごめん、なんかとかバーニーとかよくわかんないこと言ってるわ <laughs> テンション上がってるの、最終回に。あれ、気をつけます。<laughs> えーっと、<laughs> 衝撃的な展開が来ましたじゃないおいたの先週ですか。 そうですよ <laughs> おか邪ひきましたえー、こんな気合バばっちくそ入れてきて <laughs> <laughs> ほらおお風邪ひいたですかぐやさまかぐやさまが風邪ひいてふにゃーってなって、うん、そこに会長がお見舞いに行きませんでしたことはーい来ましたことよそしてペットにあー という展開がありましたもう完全にラブコメの雰囲気的に、はい、<laughs> ダメなやつだったらもう終わりのやつですけどあそこからどうすんのみたいな <laughs> ぐらいまであるっていうところのまさにクライマックスのところでぶち切られたというのが前回でした、はい、あ,あそこからどうやってまた2人ラブコメしてくれるのってもうもう。もうもう いや、本当、いや、いや気まずっ。気まずだった。<え> <laughs> マジなってるよね。ねさあ、そこら辺の十話から見てまいりましょう。ということで、同時視聴配信でございます。はい、我々バーチャルと皆様の世界の間にはラグがある。そのラグを調整してくれる。方はこちら、タイマー君。よろしく。え、マック。見えてくな。すっごい、ほら。はい、カーソルが。ブン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 。ブンブンブン。 こちらのタイマーと一緒に Amazon プライムの方を、えー、ちょうどですね見れますから同時に視聴していただけると我々と一緒に作品を見ることができますはいよろしくねよろしくねということでちょっとタイマーのチェックをいたしましょう、はい、ラストなんですね最終回タイマーチェックも含めてよーしじゃあタイマーがカウントダウンして始めるということですテストですよー 5、四、三、二、一、はい、ドン。ッケー皆さん、チェックできましたかオッケー今、一瞬ね、あれしたんだけど、一番最初、何から始まるか楽しみなだな。<laughs> 前回のカバーはちゃんとしてくれるのかな <laughs> ぐらい。本当にうん。本当に,、うん本当に はい皆さん大丈夫ですかっていうことって、はい、カウントダウンから第10話見てまいりましょうはいこのサーバーが最終段行くぞあみんな、はい、よかったらコメントよろしく見やすくなったコメントでバチクソ存在感を <laughs> 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 金からこの頃このバチクソっていうのを気に入ってるんですけどあんまり使わないでしょと思ってた気に入っちゃってるバチクソ言いますよ誘拐 <laughs> あんま綺麗なバチクソ言いますよに慣れてる <laughs> 完全にいやなんか金倉を食べるみたいな話題になった時に、うん「おめえ金倉食ったら腹の中でバチクソ暴れてやるから」って言ってそれがなんかすごいハマったらしくて <laughs> そっからね <laughs> 一寸法師かなぐらいもうバチクソ暴れてやるはちょっと面白いな確かに金倉の言い方がちょっとあれなんですけど、うん、<laughs> そこからハマっちゃってね「バチクソよろしくお願いします <laughs>」 ーはい、バチクソよろしくお願いします。これはあんまりだな。バチクソ暴れてやるかちょっと最高すぎて。うん、<laughs> 準備できたあ,あとは始める前に皆さんね、チャンネル登録、高評価、ベルマーク、それぞれのチャンネルよろしくお願いいたします。ます<ス>。コメント来るまで始めないからね。<laughs> <laughs> あ金川さんのなんかっていうの面白いんですけど、うん、なんか丸得て好きなんですけど。 金倉のそう、多分無意識なんだと思うんですけど、はい、なんかの時だけすごい緩いんですよね、しゃべり方が。<laughs> コメントに話しかけてる時じゃないですか、多分。あ、そうなのかな。いやさ、さっきも、その、なんだっけ、バチクソのくだり話すときに、なんかーって言ってました。出たこの頃までの頃金倉 JK <laughs> 先生マジみたいな毎週喋るためにそのなんかがほんかこれペット身があるとか自分自身で思ってなんか餌餌餌餌ない餌のやつなんかお腹かすいたっていうかうんぺこりぃ難しいな中チできないんだけどペコリ。わからない <laughs> JK 難しいんでちょっと交差してください。<laughs> ペコリンドは完全にコリンセからやってきました。<laughs> <laughs> 今バナナが流行ってるらしいです。バナナジュース。ナナパラペコバナナバ,バナナジュースが流行ってるらしゴビ<ナ>の話とか,話とか JK っぽい喋り方の話じゃなくて、その流行ってる実在のものの話してるもんで。<laughs> でも JK がバナナジュース飲んでるならバナナジュース飲むしかないですよね。<laughs> 健康にいいババーみたいな言い方し <laughs> <laughs>

4、3、2、1、いとまさにその通りいや <Yeah. S 1> <laughs> そうなんだは <laughs> あまあ完全に今修羅場ですけどな <laughs> うんあっ、oh. 何これ <laughs> あれ先週までのは あれ、違う？なんかケーキを職場になるから錬成しようとします <laughs> いい。みんなケーキ食べたくなっちゃうじゃないですか？食べたくなっちゃうじゃないですか？じゃないんですよ。<laughs> おかしな状況だったんですよ。今明らかに。ち <laughs> え <laughs> で今おかしいでケーキでケーキであんな城までって、もっと触れるべきとこありますよね。<laughs> おかしな。現場ケーキだけにあおかしいな。コメント。<laughs> <laughs> 違う違うおかしなコメントでおかしな流れでおかしな返しでさもうわけわかんない <laughs> <laughs> 違う前回がもっとおかしなもう前回が白髪のおかしな形でたでしょ <laughs> 言ってるわけ <laughs> ここまでも同じ天丼でさこんだけ盛り上がれるのハッピーだねハッピーですよ <ふー S 2> まあ俺脳内ハッピーなんでね基本的にハ <laughs>、ね 確かにこの2人も完全に飲んでハッピーですもんね <laughs> <に>一瞬回ってハッピー,ー違うよいいなな前回さベッドでそれでさ <laughs> 引きずり込んじゃったで修羅場でしょ <laughs> いや本来はそうですよねそこ飛んでなんでケーキで修羅場になってるんだおかしいだろ <laughs> う記憶飛んだんかな記憶 <laughs> 飛ばした方がいい記憶もあるかもしれないだけど思い出してそこをちゃんと解決してくれるアニメだと認識しています <laughs> はい、レッツゴー大丈夫は <laughs> あわれわれの理解も追いつかなくて爆発。ああ。え食べてください。えあえあ食べてください、ね。食べてください。カップルがやる修羅場ですよ。<laughs> ああ<ー>。<laughs> なんか余計なことしたかった石神くん。<laughs> そうだよね。出た出たあ うん <laughs> いやそうですねあよかったおおお <laughs> そこエピソードをやらないの面白い。遺コは残るね。うん 生々しい表現だな <laughs> うんいやーめんどくせえ <laughs> <laughs> そうよね、うん、男子高校生の一生を決めると言っても過言ではない <laughs> うんほんとによく生き延びたよ <laughs> 逆に <laughs> <laughs> ああもうすれ違いからの不満がすごいわけだ <laughs> そしてそれが爆発したのか包丁パイケーキだーーおうーんいやほんとにわでもこの2人今不満満々でなんですよねごめん これで喧嘩するの見たくないんだけど<ー>。辛 <laughs> い辛い。<laughs> この裏にはいろんな背景があります。一番気まずいのは石神くんです <laughs>。うん本当に。クダネ！<laughs> カップルが喧嘩してんのと同じですよ。<laughs> 私の方が好きなの。<laughs> 石神くんあちゃんと五分。 <laughs> ええー、ベンが立つよ石垣くん。ンハハハハハカイチェバイオニンイシガクンハハ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 え、石垣くんガエロンもいいほ、ね、っとったらいいよ。いや、そんなことないよ。かわいそう。 どうするあ、来たこいつだ <laughs> 君に決めた <laughs> うん、連れてこう、う,うーん <laughs> <laughs> あー怒り散らしてますよ不満が <laughs> 何言ってたのえカコバナだ フ死んでる<お>あなたと関係ありません <laughs> <い> <laughs> ひど <laughs> こん時めっちゃディスり合ってんな <laughs>、うん、かわいい いやーなんだそれ <laughs> 覚えてるうーんいやもうちょっとこってなんか見てるこっちが恥ずかしくなりますけど <laughs>、うん、んかぐやさんこんな変わったんだねうんバイトーうん生徒会室にスリー <laughs> そうかおおやさしい喧嘩かだあ <laughs> 似たもの同士だ。<laughs> いや、もういいよ、この音楽腹立つ。<laughs> <もう> <laughs> 照<れ>え。え。なにそれ。こじれにこじれて、わけのわかんない行動に。えー、<laughs> <laughs> <laughs> よろしくやってくれ。 うわー、<laughs> 正気に戻ったら相当恥ずかしいな <laughs> 今日2人の顔すごい子供みたいなおー、ああー、わー,ー,ー、出たもう,こう、<laughs> おー <laughs> あらまー、あ、邪魔するなー <laughs> 確実にあのー先ほどっていうか先週のエピソードが <laughs> ちょっと二人の関係進めてません若干 <laughs> <laughs> またあ,あ今度はかぐや様が おお、いいですねーこっちの男どもよ <laughs>、うん、いやう嬉しいね先週のエピソードちゃんとあれしてくださって、うん、<laughs> ありがとうございます これぐらいほうが相談しやすいですけどねうんはーいうわ出 <laughs> たあでもなんか石上んちょっと聞き役上手だね <laughs> うんはははははははいえあれ言うの うん。<laughs> バレてる。<laughs> これ全部全部話すんですか。<laughs> う<っ> <laughs> そうよね。まあそう見えます。 <laughs> <laughs> うわーこれ男側女側でだいぶちょっと <laughs> ねねねね,ね <laughs> <laughs> 石神<上>君<く> <laughs> ハハハハ石神は根が本当にクズなのか <laughs> やめなさい喋 <laughs> りすぎだよ <laughs> ペラ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 ,ペラ <laughs> ーん <laughs> まあね振りほどけばよかっただけですけど <laughs> うわ<ー>何それでもちょっと思い切りすぎてるけどな <laughs> うん、うん、何が不満なんですかああ

<laughs> えでも分からなくはないんだけどな。いやーお前無理だろ <laughs> な。何に不満を持ってるんですか、うんう

この対比がすごいな <laughs> さっきから <laughs> ああいや鉄の男真面目一貫会長ああなんか何際の時みたいな空気感 うううあおっここで毎回勇気出すの会長の方ですよねいつもうん確かにうんはあ

互いに差し出して一歩引こうというようなことですが、ええー、へへえへへへ、どっちも結構勇気出したねこれ。うんうんうん。おお<あー>。<laughs> うわーちゃマジか。<laughs> <laughs> やっ。 やっぱりちょっと一歩進んだエピソードだったんですね。いや、そりそうですよね。あっ、通りすがりやってる。<laughs> 見られとる。やれあおめでとうございます。あおめでとう。<laughs> <laughs> おっ、仲直りした2人です。<laughs> おなるきたーおおきたこれは重要ですよあそんなことありましたね <laughs> うんあたしかにはい今度は石神くんもいます4人でいきましょう うわバーベキューとか言って。まあいいなバーベキュー。おみ。ピッツァ最善。うーん。キャー。なるほどな。今はスマホの夏休み LINE グループとかあるんですかね。ああなるほど。<ー>男子は夏休み中ずっとゲームやってます。<laughs> <laughs> 鼻緒がきゃないないないあーやばいありえたはずの世界線の言葉たちがプロにも人工呼吸も <laughs> スタートダッシュが重要ですよははは出たいつもの調子に戻ったはははは冷めてるー

はあ、ハワイ家族でいやいやいやなんかう,うんそうねはあ <laughs> <laughs> 頭脳だえっえっえ、え、え諦めてるのじゃなかった呼吸 <laughs> 家族旅行を優先するかまあうそうか <laughs> 金持ち家族はハワイに行きますそう,そう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 一日ぐらい会うでしょう <laughs> <laughs> うううん おかわいい <laughs> <laughs> うんいいぞそれそれいやマジか <laughs> 予想できないんだけど1ミリも <laughs> 家族旅行優先なんだな。<laughs> <ん>はあ、意外だな。<laughs> <laughs> 結構思ってるな。お可愛い,いループでーす。こわ。あれになる。お。 いいぞいしかねなるほどねいい後輩だわえー、でもでも誘おうようんそっ怖いくい <laughs> もうめちゃくちゃ

トマト祭りでこっち優先しろよ <laughs> これでもちょっとめんどくさいなうん行くーよ <laughs> しうん…もういいぞ石神 <laughs> <laughs> う,うん なんてなんてなんて <laughs> たこ焼きで下焼き <laughs> いや、ナイスお前は悪くない素晴らしい <laughs> 行きそこは行きなさいよね<ー>トマト祭り行かないです。うん、<laughs> え、行くことした結局え、うそー やったなるほど,なるほど <laughs> お水飲もう。はーい、ということで、前回のやつは解決したと見てよろしいんですかねうん、はい、うん。うん、だいぶ進んだんじゃないですか二人の中で一歩ずつ。どうよう。 いやもうちょい素直になってほしいですね。あとにに話分ありますから。にゃーどうなっちゃうんだろう。ほら、でもドキドキ夏休み編がが。いやほんと、ついにね。ずーっと話したけど夏休み。そう。今、超一、え二年ん二年生の一学期、あれ、三年生二年生か。あと。 一学期かな恋心に目覚めて何もせずに半年経ったっていうのがスタートで。うんうんうん。えっと。前半戦で <laughs>。はいはい。夏休みの話がちらっと出たのは覚えてます <laughs> ああ、そうですよね。だから一学期かなって感じですよね。ああ <laughs> <ー>。一年生、一年生の時に 生徒会に入ってっててそうですよね多分ねうんはーいということで第10話でした、えー、同時聴はですね Amazon プライム会員になっていただくと見放題で見ることができますなのでね、はいえー、同時で待機、えー、再生していただけると嬉しいですよということで第10話でしたはーい普通あそこから関係を回復することはできませんけどね <laughs> 確かに <laughs>、まあ、あれを相談するっていうのもなかなか <laughs> ねえ <laughs> うーんいやでもなんかなんだろうこ,、はい、こういう甘酸っぱい話は全然ないんですが、はい、なんかそのなんだろう男女例えばそのなんだ1対1になって、はい、なんかちょっとドキドキしないのみたいな気持ちはなんか分かるかもしんないと思いましたどどドキドキしないの あの、さっきあのなんかそのベッドに引きずっちゃってはい。でまあ、まあ、ほんとは何もなかったわけじゃないですかはははいはい、はい。でもなんかその加賀屋様はなんか何もなかったこともなんかちょっと引っかかってたじゃないですかそうあれは結構大胆なあれですけどね、うん、そう、うん、でもなんかあのなんか分からなくないかもって思いました分からなくないかもそうなんかえ二人っきりだドキドキってなんか ななならなかったのみたのみいな <laughs> まあそうよね <laughs> そうそうそうほら自分はこう意識もうとして寝ちゃったから向こうの心情とかなんか表情とか全く知らないわけじゃないですか。そそれがねそうだからドキドキしなかったのかしらって多分気にはすると思うはあ<ー>という。 かからなくなくいかもでも一歩を毎回踏み出すたびにあのマニキュアのところとかも,、ま、もう23歩進んでほしいけど <laughs> その一歩はなかなか上手というか <laughs> <laughs> 素晴らしいですよねあ皆さんこんばんは今10話を見終わりました今夜見からありがとうまカラメルええクラヘビえー、ポナポナやおやお 残念だけどアマゾンもやっていやあのね多分やってると思うからちょっと見ていただければあのアーカイブでもこれ楽しめるようになってますのでまたちょっとうまくいかないよってことはね今ゴールデンウィーク時期でみんなお家にいるんで、ね、もしかしたら繋がらないとかもあるかもしれませんからその辺ねーアーカイブで改めて見ていただければなと思いますなんか藤原初期に対抗できるのなんか石神くんだけぐらいのなんか <laughs> そうデリカシーないから多分言えるんでしょうねデリカシーないでもさ あのすごいなんていうかあのアサシンタイプというか自分の攻撃力も強いけど相手から受けるの倍ぐらい受けるみたいな。<laughs> <laughs> 煽り慣れてない。<laughs> うん煽られか煽られ慣れて。いう <laughs> 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 でもなんか訳ありっぽいですからねこ,この一気で回収されるかわからないですけど。 ちょっと石神君、うん、若干訳あり感ありましたから、ね、あ,あの勉強の気持ちねそう,そうそうそう。それも気になってる。あの辺も若干気になっています。ドキドキドドキドキしないの気になるの分かるけど、何かしてほしいのかな <laughs> <laughs> ドキドキしないのと気になるの分かる何かしてほしい。あ、でも何かしてほしいはちょっと。うんはえー、それは嫌だな。記憶ないうちはちょっと嫌ですね。そらそう。だから。 もう完全に今回最終回に向けてあのかぐや様衣装に調整してきたヨミロはもう完全に一心同体ですよ。ええ。芽郁の気持ちと。<laughs> ま、かなるほどかるじゃん。でも互いにね唇だけっていう。<laughs> うーっていう。でも あの会社なかなかできません、ね。でも勇気。いや<も>ちゃんと会長が一歩っぽ踏み出したら、カメ様もちゃんとしてくれるっていう、そこの、その、今はそういう前愛頭脳戦じゃないよっていう、そのタイミングがあるのがちょっと嬉しいっていうか。うん <laughs> 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 番外戦みたいな。なあ伯爵もね、えー、っと、ベストバッチありがとう。バンね。ありがとうございます。よーし、そしたら11話、続けて見てまいりますよ。はい。 楽しみだ。あと二話。あと二話かー。あと二話なんですよ。あと二話、ね。<laughs> たくさんアニメ見てきましたね。<laughs> <laughs> 本当に <laughs>。<laughs> <laughs> いろんなアニメがある中で、この二期までずっと楽しみなアニメに <laughs>。これチョイスができたの、非常に。嬉しいです。程よく、ちょっと逆に走ってくれるから。程よくね。 そうなんかずっとなんかこうときめいちゃうとちょっともう疲れちゃうからやばいよねそう恋愛見てて疲れちゃうっても心臓持たなくなっちゃう心臓持たない <laughs> <laughs> そうキャーって言って彼からはあの生クリームだけ与えられてーってなる感じに似てるから胃もたれします厳しいですけどやっぱラブコメが嬉しいかな そううんよし見ていきますかね、はい、そしたらねはい、はい、ということで第11話皆さん準備できましたでしょうかいいかないきますよーい<っ>はい54321はいドンお海来たのあれ ーああ<ー>サービス <laughs> ダイナマイトボディけ。わッ、ワーオわ <laughs> どちら様え <laughs> <の> <laughs> どちら様っえちょっと待って、どの夏えみんな一緒に、えあここすごいいい感じい。いや、この夏に腕組むのは暑いでしょよやばー、どんだけ進んでんだよ。 <laughs> は。あれ。なんかデジャブを感じる。はーえー、なんで。なぜ。なぜ。えー、え。え祭りしか約束しなかったから。マジで。<laughs> <laughs> まあ、藤原初期はとりあえず家族旅行であれしたのかなっていう。うん。 ところがあってで石神くんが灼熱の大地に放りなんか <laughs> 一番さあのモブモブティちゃんはいいですけど一般生徒のお二人が一番進んでますよねね本当に夏に腕組みでウィンドーショッピングですよいや暑くないんですかね暑ね <laughs> コメントの皆様に話しかけてますからねね <laughs> どうなんですか？ちょっと圧出しちゃった。っだって、だって、そんな腕組んで夏歩いたら暑いよ。なんで <laughs> 部屋とか気にしなじゃん。だって、それは大切なことだけど、そこじゃない。 そういうさ生々しい話じゃないの <laughs> いいじゃない<え>そこまで進んだであーって言ってすいませんちょっと今リア充に向けての何かな何か思いが今出た <laughs> いや素直に祝福できる大人に我々は慣れたのだろうか<ー> <laughs> いやーちょっとあと2話で頑張りますわ来たでも分かんないよまだ会長と副会長確か,にかぐや様と城がねみゆき、うん ちょ待ってマジ半なんか半月過ぎたとかさ半何ヶ月過ぎたみたいなえっ <laughs> かわいくないそうですよ <laughs> かわいくないためあっうん 出た。それでた。ギリギリ。あ。え。マジえ、もしか、あれ、なありましたよね。違い、やめろ。<laughs> 本気で知らないんだ。あれ、スマホまだ持って,ってなかったんでしたっけ。シャバダバダ。あらららら。ババダバダバ。ダバ,バダ。長いな。わーお。あらららら。 おちょっと低め低い、ね、半身横な<だ>、えー、んだええ何してんのそれセレブみたいなことしてる夏の雰囲気がちょっぴりでたつうフロそらそっか <laughs> メカニック苦手感ね。違います。今時これあんまりないですけどね。<laughs> 違います。ああ、今時はみんなね。Twitter とかね。えらーうーん。 何かと告知しておいああおめでとうすげえ、うん、これがなんかそうでいいのめっちゃインスタやった方がいいじゃん <laughs> うん うわあハワイ帳会長お勉強とかがなはーいたっかたばだーすごーいパリピじゃん音楽流してその中にあんなめっちゃいい椅子入れられるのいいな <laughs>

<laughs> なるほど。わかりやすい。<laughs> <laughs> なるほど。 うん、ツイッターの画面を映してくれないかな。<laughs> 申し訳ないけど。<laughs> 夏休みに新しい挑戦。まあ<ー> <laughs> <laughs> そういうことだよな。た例え。<laughs> ツイッターって言葉にするとすごいな。<laughs> <laughs> お、逆来るかおお<ー>。<laughs> 来た。出たおーおはははははにじ曲がってる。だってだいたいラインあるんでしょ繋がってなかったっけど。確かに。ははハ。 ワンクリックです。高校 <laughs> あなたの百四十文字のツイート見たいです。ああ。でも何呟いてんだろう会長。みゆきくん。みゆきくん。 うわ。<laughs> そうだぞ。うん。学習しろ。高いよ。いいよ高い。<laughs> なんでだ。感覚鈍ってんのか <laughs>。サウナですか。うん、ああ。慣れないんだよな。うん

ご兄みなさまあ日本似すぎじゃない兄弟 <laughs> うんうわーすーごい旅行行ってんねなぜ 知らないやつきた <laughs> <laughs> うわこの夜にあれですか豚骨ラーメンですか今博多って書いてなかったうわえ醤油豚骨ラーメンって金んだからわかんないんだけど フードファイターが来たか <laughs>。これ食べに日本に帰りたかったの。なんだエピソードこれね、ちょっと。置い <laughs> てかれてる誰か解説してもらえませんか。んか <laughs> 天竜。 うーん知る人ぞ知る <laughs> ご,めんごめん。なんかこのきた。麺の硬さが硬いのがいい。なんかラーメン食べたいなんとかさんみたいなアニメありませんでしたっけああ,あったかもしれない。お味。 あんまり金からラーメン食べないから分かんないんだよな。へえ、でもラーメン好きっすよ。へえ、ラーメントークしましょうかね。<laughs> ラーメントーク。でもできるほどではないかも。うん、でも好き。うん、ああ、ラーメンの食べる順番まずスープから行く。うん、なるほど。まあ、口直しですからね。紅生姜。 すーごいグルメリポートできるよ。うん。<laughs> えっと、はい、Amazon プライベートおすすめのこういうね、あの、ドラマがありますよ、皆さん。<laughs> えー、<laughs> なるほど <laughs>、えー。ええ。 <laughs> 知らないですけど <laughs> いろんなラーメンあるから、ね、あーでもあなんか女性でこういう食べ方することいらっしゃいますよねうんやりましたマニこれどういう理屈でこれやるんですか <laughs> スープと一緒に食べたいへえあんまり分かんなくて想像。そうそう <laughs> 細やかなんですよ。これ結構 <laughs> されてる方ってこうちっちゃいところね。計算され尽くされてる。よ <laughs>。なるほど <laughs>。誰だよ <laughs>。 これ <laughs> ちょっとね正直置いていかれてるんですよね我々、うん、<laughs> ちょっとラーメンのああ渋谷のサンチャだったんだまだなんですかはあなかなかね今ど時においなしのニンニクとかねうん、うん、ありますけどもなかなか。 この夜だからもうあと帰るだけだからもうニンニク食っちゃえみたいな <laughs> いやほんと食べちゃうますけどね食べちゃえ食べちゃえニンニクいくかおお<ー>出た <laughs> うまいものは癖がありますうん あとカロリーが高いうまいものは何でもかんでもつ <laughs> いタピオカもラーメンと同じくらいここにラーメンクイーンが生まれたってちょっとごめん何のアニメですかー <laughs> 好きに食わしてやれよもう <laughs> いいよこれなん知らないよ海外で何食ったかの、ね、エピソードしてくれー マイトル知らんもうちょっと名前忘れな <laughs> もういいよ <laughs> こんな急なカは急だありますかん<え>中性脂肪が気になります <laughs>。おめでとう<秒>。ーラーメンのスープ全部飲むのはやばいぞダ <laughs> ーン、えー は <laughs> い適っにり替え玉するかと思った。<laughs> いや分からん分からん分からん。マジで分からなかった。<laughs> ああ、なるほどね。あー日,本日本食が食べたいっていう瞬間ね。なるほどね。トンカツとか。意外と海外になかったりとか。トンカツか,かーいや。マジで。<laughs> えらいけど。<laughs> やべえ出かけようよあの一歩を踏み出せた君ならいけるようんいやもう日を浴びろ日を <laughs> 1日15分以上散歩30分以上2個浴びろえー、えー、意外な方にダメージいっちゃってる浴びてない浴びろ浴びろ <laughs> <laughs> ほらこんななりますから、みないと <laughs> 何それ、<え>おかわいいことめっちゃ書き込んでるしあそ <laughs> ぼう。 <laughs> おかわいいこと言われてればいいのよ。あつこい。ふたとも事実を自分で言うておまえ <laughs> くだらないメールで満足してじゃねえぞ <laughs> タコですじゃないのよ <laughs>。 えー、メール保護とか言っていやーラ LINE だとキープキープう、えー、<laughs> この通りでしょおっばったり会っちゃうんじゃないのお兄 は。どういうこと。何、会いに行くの、もしかして会長。な、何をしている。<laughs> 弱、弱虫じゃない方のペダル。どうん。ええ。いつも二人はこの場所に。 えまあ二人とも真面目だから行く場所がねいつもの場所でこんな偶然ある暑 <laughs> そういやつらい暑いえなんでそんな急いでかくやさが来てるって知ってた な、なにこの展開やだー <laughs>、えー、あれあれ、まあれあれえ、嘘じゃーんえええー、やっぱ互いに一歩踏み出さんといかんということですよ。 ええー。飛び <laughs> 出そうよ。辛い辛い辛い。ええー、これで最終はいくの。よやだやだやだ、夏の暑さよりやだ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 。やだ。まじ<だ> <laughs> かー。ちょ、待って、今テロップ、テロップ見ました、テロップ。テロップ。 ラーメンしてんのを監修って書かれてたんですけど <laughs> 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 あれを完全に水さしたけど <laughs> 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 はいということで夏休みドキドキじゃないじゃん <laughs> 早く<当>う<ー>確かにだま <laughs> された前回が怒涛すぎて <laughs> 青春だ このなんかヘッドホンしてる石上君この時代感にめっちゃ合ってない、うん、帽子がはい、はい、速さが似合うね銃剣が <laughs> ワンピースもお似合いだいやーマジかーそんなにやっぱり誘えないもんですかね普段あんだけ関わりあるんだから全然誘っても何の問題もない うん2人でいや一番させやすい2人で勉強しようでいいんですよ。うん確かに。ねえ。2人で勉強えパッシーパーザル。あ着物おあ、はあ。えはあ お嬢様<ー>行こうよしはじめましてで楽しいこと一緒にしていきましょうささ えは,は,はええー、なになになにやだーんやだー,あー !T シャツ出せいぼとマルチマ <laughs> ルチそう

え <laughs> あんま家族関係あれなんだったんですね。<laughs> いやええー、はいということでエピソード11、えー、急にいやーハッピーエンド以外許さないから<お>い <laughs> やだーーええー、マジないんですけどあこれだ急に <laughs> マジなんですけど。マジないしですけど。マジ。マジないし。<laughs> はあ。JK なってる。マジない。いきなし。いやあ、そうか。まあ二人ともね、いろんなところでっていう、うん、こう対照的な二人でありますよね。クローニンとね。そう、うん。ええー、それ違っちゃったのつらかったな。あ、そこであ。 でもあれ生徒会室で会えるっていうのがちょっとなんかロマンチックでしたねあの場所でってうそうですよね不思議だな普通は学校で会うなんてねうんだよねあの2人だからそういう風に感じるんですかね何ていうかねあまさかあのアルペジオの「最終甘い」みたいな気持ちに急に 急にそうやってなんだ、そういうしんみりしたものを入れてはいけないでしょうよ。あまや、ヒューがあー <laughs> あ、やめてくれー気になる方は <laughs> <laughs> そちらでしょああ何回見てもいいんだよな。<laughs> 12ワタ<だ> <laughs> いけるでしょ、みんなで。いやー、行ってほしい。行けないことないでしょ。行ってほしいよ。作ってよ、うん、ヒーロー。 ゃあそこまでいけるか<む>本家のあれお誘いみたいな、うん、そういうのこう断ち切ってさあ,あそこまでいけるかな会長頼むよ<長>頼むよにお借りしますつって連れ去ってよ何それかっこよー頼むようんお嬢様お借りします貴様待ちなさい金庫の親父やりたいなス <laughs> テ <laughs> ーションですか そう、待ちなさい。<laughs> 私の娘はみたいな <laughs>。そう言ってほしいわー。<laughs> やだな。嫌なややってみたら面白いと思うけど <laughs>。ね面白いと思う。うん、彼からそのおじさんの横でおじさん。めちゃくちゃ原稿なんだけど、チョケてる？ペットやりたいな。ち, <laughs> ちょっとちょっとちょっと待ちなさい。 待ってて言ってるだろ <laughs> っていう横で出てくる変なペットやりたいですね <laughs> かわい,い方だ可愛い,い方。<laughs> そうソディアみたいな楽しそうだけど <laughs> 思考回路も似てるということになるほどね寝るたとも生徒会室行っていや素敵な場所ということでいかがでしたか十一はいやーラーメンのことなんか忘れちまったよ 確かに <laughs> ラーメンお腹空すいじゃうのラーメンの <laughs> こんな時間にラーメンこれ本当罪でしかない <laughs> ちょっとだけラーメンの話して気分紛らわしてから最初はああこれ豚骨ラーメンは豚骨ラーメンの味なんでしょう油入れたら辛くないってごめん金ネらラちょっとラーメン知らなさすすぎるかもねあでもどうなんですかね<骨>醤油豚骨って何 醤油がちょっと入ってる。だバター醤油はわかるかポテトってっていう感じかな。とんこつ、うん、醤油あってな <laughs> っていう。はてとんこつが入ってるんじゃないですかね醤油ラーメンに。これ卵が先かにあたりが先か。醤油ラーメンにとんこつが。<laughs> これうるさそうだなラーメンは。<laughs> 醤油ラーメンにとんこつが入ってるのか。<laughs> 豚骨の中に醤油が入っているのだ <laughs> 入れる順番によっていやなんか豚骨はなんかこうなんか味付けをとん豚骨ラーメンよりに向きにやってて <laughs>、うん、なんか豚骨自体に味がそんななくて <laughs> みたいなあのイメージだったんですけど今のは。ああのラーメンのあんま食べないんですけどラーメンのことちょっとだけ知ってて。 ラーメンと元となるパイタンとかっていうそういう元のスープの下地みたいのがあって、うん、それに加えるってことなんですよ醤油とかっていうその二つ実は分かれててポ、うん、ンコツ派とかっていうねポンコツラーメンごめんポンコツの話したからそのコメント出たね <laughs> ポ,ン <laughs> ポンコツラーメンだとえなに <laughs> ポンコツ誰に言ってるな。ラーメンはいろいろ幅が広すぎたわからんですけどね まあ美味ししければ何でもよいろんなでもニンニクねそれニクいくですねあのお店でさ自分でつぶする、はい、あれやったことないんですよねや金くらもないかもしれないあれやってみたいパン入れたいなあれ相当香りつきますよ <laughs> そうっすよね生の,てないの生のニンニクですからねいやいいなもう焼肉屋とか行ったらバリバリすりおろしニンニク入れますよ、はい、ああ <laughs> うん、豪快だ。明日は休みに、うんにく。いい映画館で鍋食べるような人ですから。そうですよ。語弊がある、ここから聞く人は。何の話ってなる金倉しょうがだけど、なんかにんにくとかしょうがって言ったら金倉さんの臭み消しましょうね。の話ずっとっ。あ、すり込んですり込んで。りいったー生いっていったしょうがいっ自分でお刷り込みくださいって注文の多い料理店をしましょう。<laughs> どうぞあとさばいていただいてー。 臭み取りでーす。<laughs> バレたかてうるせえ。バレたよ。<laughs> あ,あ、ラーメン食べて落ち着きてえぐらいですけれども、ついに、ね、えっ、ー、と、実証シ,シリーズうー、最終話ということです。はい。ということで、ちょっと最終話見るよということで、皆さんツイートしていきましょう。えー、最終回。レッツツツイート 最終回大丈夫かな <laughs> 作品で言えまさか泣くかこれ <laughs> そういう感じじゃないでラブコメ選んだんだけどと思い出がこうあれですよね楽しかったですよねやっぱ見てるとね感情移入しちゃう今からさあいちゅ見ますって金川さんのリツイートしよう おやすみ VTuber タグやさまは告らせたいリアクションリア <laughs> タグがいっぱいいっぱい <laughs> はい皆さんもよかったらツイートしてやってください7名様見てくれてありがとう ラーメンは何味が好きですかもうねその話したら最終は行けますさあ <laughs> <laughs> イーイやだー行きたくーやだーこのしこの瞬間が何度あったことかアルペジオのアニメ <laughs> 映画前後ろみそ <laughs> とかってありがとうコメントでもねそれはね <laughs> なんかのコラボでちゃんと話すから <laughs>

じなまだ死じゃねえぞ。あ暴れてやる。暴れちくそに暴れてやる。暴ちくそ腹の中でちくそラーメンの具材でした。違う違う違う。終われない終われない行くぞ終わるみんな準備はできたか最終回カネクラの準備がまだできていない金からじゃファイト。頑張るぞ。頑張るぞ。よいしょ。 はいみなさん準備よろしいでしょうかということで最終はファイナル、うん、よろしくお願いしますよいいくぞせー行くよよみろはいはいせーの54321はいドンオープニングが始まる素晴らしいアニメですありがとうございます <laughs> じゃ これさっきチラッと見たんですけど「はい、浮き物係の人ですか?曲」曲えー、そうなんだ水野良きさんえー、意外作詞作曲こういう情緒的なやつだったらやっぱお上手ですよね <laughs> 本当にドラマティックなアニメでしたね <laughs> いやなんか面白いって感じだよ。なんかもう、へ、え、ぇ、ー、続きが気になっちゃって、なんかこの二人見れないんだけど、オープニング。<laughs> <だ>意外とちょっともうなんか、ケラケラーで悪かった雰囲気や。え、ちょっとんかこのオープニングの雰囲気出しすぎじゃないですか、<構>最終回感。<laughs> 表情が変わりすぎて。いやー。この後くらいにお名前が出ると思うんですけど。えーっと、あ やっぱ水野しきさんああなるほどねが生きたーということで香谷様くくらせたい天才たちの恋愛頭脳戦第1期最終話でございまーす <laughs> よろしく、ね、いやーマジかーもう手の内を見せ合いましょうよほんとに幸せになってくれ 歩み寄るよ。歩み寄ろう。歩み寄って。もう花火の音は聞こえないとか言ってやだ。あ。いいじゃない。あ、もう。ちょあら、見に。嘘、ミニやの。ミニなんだ。結構積極的。あ、あ、そりゃそうでしょキラキラ。いや。 お前ジンベイ似合いすぎだろいいね、ジンベイ <laughs> お前はまあまあ制服だよね、まあ彼はね。まあ、まあ、まあいいでしょ、高校生だし。いや、本当に一ってほしいお。おい、しがみもスマホで撮るな、うん、花火見よ違うあー、窓、ま、開いてるはい。 やめてよ邪魔しほんとええそうだえやめてくださいえここの効果やめて えー、えー、緊急事態だって。いやーやだー <laughs> 髪の毛に見える揺れてる心も。 もう花火がうーいやもう自分に生きかしてる時点で大丈夫じゃないんですよかぐやさま入れてちょっとダメよ泣いてる泣いてる

見たでしょ。 嬉しいま会いたいんですよ。ねえ。うん、どういうこと はやさかもうせ立てするねえ <laughs> いい友達だ <laughs> いやもうそんなことかん <laughs> 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 ちょっと下世話な話聞こえちゃうのやだな <laughs> タクシーえっ、ー、<え>あん <ラメ S 3> たがやめしてんだ <laughs> <laughs> はやさか会長分かってるはやさかが身代わりに <laughs> <laughs> 探せ いやーまたすれ違うのはなしだよ。あやばい、花火大会で混んでる、車が。 来た、走ろう。うんうん、あああああ<ー>あまた絵図。もう会えるのに。ああたくさん花火が。頑張れ頑張れ。<laughs> 走れ。 間に合うきたみんなが揃って <laughs>、うん、そうですよ もう外には出てますからああ<ー>ええー やってるーやー。やだー、やだ。辛い。やだー。マジかーー。嘘だー。マジもう。 マジ無理。へえ。会長どこ行った？会長。<laughs> ええー、もう終わっちゃったの花火大会か。ええー。 あなたもそのまにいるべきですよ <laughs> あー指の間がね鼻を打ってね通りを咲いた最初っていうのはねなんだん泣かないでえよー,おー <laughs> これちょ <laughs> <laughs> ちょっと遅れたけど<ー>どうやって素敵素敵科学やるじゃんか おーど,でもどうすんの<え>終わっちゃったんでしょう花火大会。おーまだシンデレラの魔法解けないよ。お<ー>えっあら 会長はちゃんと全部調べてくれてるきたーかっこいいーだー <laughs> このためだけの税馬だったんだよ。<laughs> そうそうすごい長いんだよな。海ホタルが近づいてきたらきたうーん あっ <laughs>、oh. oh. oh. <gasps> いやー、現地をお素晴らしい。あ、うわ大勝は結構でかいな。うん。大勝できえな本当に。いやーでもバッチリだったよ。<laughs> 青春しちまったな <laughs> そうだね <laughs> 顔が <は S 1> <laughs> あやっぱね恋する者の,の補正がね <laughs> わハハワあ妹ちゃんが。 いやいやいや <laughs> いや、そんなことはないです <laughs> <laughs> いやがんれあっきたあらおう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 お<う>おおお でも、今までできなかったことしてくれたんだよ。ええー。なん違う。だめよ、それ。そんだけしてくれたのに。えー、えー、なんで。あ頑張ったのに。 そ,そんなことないってあんなに泣き荒らしてたんだよ <laughs> いやもうええー <laughs> でもうダメよ救ってくれたんだから <laughs> 2>, <laughs> <laughs> 2人の恋愛頭脳戦は <laughs> <laughs> まだ続くということですか <laughs> クラスエアバヤンね。<laughs> ミュータントタトルス <laughs> う、お。いや。上から掃除しないと意味ないっすよ。<laughs> お。お クラスエルバーね <laughs> <laughs> こんなに対局の感情で戦うのもちょっと珍しい <laughs> <laughs> いやもうもういいよ戦わなくてもうー,ー<笑><笑>まあもう最終話ですよ <laughs> もうでも直視できないですよ。汚ねえな <laughs>、えー。え藤原主義邪魔しないでくれ、マジで。クロスエルヴ 邪魔すんだ。四 <laughs> <laughs> 人が間違える時。<laughs> ちょっと待って、この終わり方やだよ、金倉。ね、ちょっとマジ、もう <laughs>。<laughs> 凝ってんな、動き <laughs>。 いいよこここだわらなくてもう。な何？はははは。マジか。 <お> <laughs> もう恥ずかし紛れに行っちゃえそれはちょっと意識しすぎえ <laughs> <laughs> えー <laughs> そうだよ 違うんです <laughs> うまくいかない <laughs> えー、お預けですか、えー、もうしょうがないな えこれ別の男と付き合ってんのえあ髪染めたわあ、夏休み明けるといますよね、こっちは早坂はそれでいいのかまあいいか。いや、かわいい。ハッピーそう。ああ、ケイちゃんのエピソードもあんまりなかったね。確かに。2学期は何かあんのかなああ、くも。何してんの もう相当なお預けを食らった気分ですけどお<ー>結構意外と手つなぐ時は手伝いぎだりとかねなんかポット、うん、惜しいところはありましたこの <laughs> 猫耳の回はだいぶ印象的です <laughs> <laughs> はいってことでありがとうございますということで

だいぶ勇気出したけどなもういいでしょうぐらいの <laughs> なれ素直にわあ。おおえ？えおお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 おそおおおっ、おおおおおただ。お ありがたいことに我々は未来している第2期がい, 2> いやーそうですよあれなんかエピローがある大丈夫かなエピローがあるですか終わ,り終わりかな終わり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 終わってるこれ終わってるよしはいということでお疲れ様でしたごめんなさいちょっとあのはっきりしてコメントの反映が若干ちょっとラグあるかもしれませんけどもある程度 <laughs> 予想した見れになります。ありがとう、途中から来ていただいた皆さんもありがとうございました。<何>ということで、でも最後かっこよかったけどね。うん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 。やっぱ会長ちゃんとそういうの全部調べてくれる真面目な男だからこそできたことですよ。いいな。<laughs> 憧れちゃいますか。いやーいいですね。<laughs> <laughs> <laughs> 特にどこが良かったですか？それう言うと。 いや,いやなんかいやそこいやーなんかまあちょっと自分にこう溺れてる、はい、何はは、はい、<laughs> とこだったのだと思うんですけどもでもなんかなかなか言いませんよその自分のためにそうやってそうですよかだからちゃんと加井さんも最後お礼言うべきでしたよ普通にそうそ,それはそう,そう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  <laughs> <laughs> ひと言でいいから <laughs> うんだってみんなが、ま、なんか探して探し回って ねえ一緒にタクシー乗ってなかなかできない <laughs> ただね、男子高校生が俺痛かったなってことやっちまう夏休みはよく聞く事例いや確かになんか聞いたことある黒歴史大盛りされたいけどホームにされない状況しないと <laughs> <ー>自分の地元で過ごしてたら一緒言われますから多分ん <laughs> やだやだやだ <laughs> 自分のことを知らない地域に行くっていう <laughs> 最終的にやだやだこういう青春ねってことでね過ごしたかったかなでもだいぶ傷ついてますけどねハイリスクハイリターンですよ時々がは、うん、<laughs> ーいちょっと金倉嬉しかったな会長来た時ちょちょっと泣いたか <laughs> かもなー <laughs> とか <laughs> <う>アルペジオで涙をこらえのバーチャルサンショが ブコメで泣いたちょっと鼻すすってますだもんね途中鼻ない鼻ないとか、ね、あそっか鼻ないかあ,ありますちっちゃい鼻ありますけど <laughs> ないのか <laughs> すっごい見えないくらいな鼻 <laughs> いや<ー><ー>どうですかねどうですかもうちょっと解決してほしいわけですよやっぱりい <laughs> いきれのいくらでも言えるタイミングがあっただろう最後このいやほ<う>んとにうん からたってくるよ歯がゆいですね歯がゆい,いな歯がゆいですね歯がゆいなこういうのね昔そういう映画がありましてクリフハンガーって言うんですけどおーおークリフハンガーって言ってこう絵画のリアクターがブチ切れてるんですよねへー日本,日本のアニマ日本のアニメいつもそうだなんでいつもこのタイミングでクリフハンガーなんだって言ってあーそう <laughs> <laughs> 毎回 代名詞が入ってるんですね。代名詞、えー。はーい、ということで、一緒に皆さんも見ていただいてありがとうございました。ラブコメは気持ちが若返る。やっぱあれだから、<laughs> 大人の皆さんが一緒に楽しんでいただいてるんですけど、<laughs> ちょっと青春真っ只中の人がいてもいいんですよ、全然その辺は <laughs>。いないですかね。息で言ったら終わってしまう、だから分かってるんだけどさ。 て分かったとだそんなことは。だけど、ここれしてほしいじゃないか。分かったよ第2期すぎて、なんか、また短編かなんかわかんないけど、また別の作品も A 制作三期でしたっけ ?A でしたっけえそうなんですか。なんか、なんか、映画かわかんないけど、なんか制作中っていうアナウンスはあった気がします。えー なんか実写の映画がなんかまたやるみたいなあ<ー>。いなまあま実写見ませんけどね。<laughs> <laughs> 申し訳ないけど、また自社見ませんけど、なんか映像作品で作ってるって言うのはなんかアナウンサーった気がします。<laughs> はあ、ということで一気に見ていただいてありがとうございました。海みの通していかがでしたか？う いろいろ難しいポイント。<laughs> うん、感じっていうか、あれですね、感慨深いっていうか。感傷に浸ってるじゃないですか。<laughs> そう、でも、やっぱ、そうだな。<ー>なんかもどかしい気持ちいっぱい。でも、<laughs> やっぱり、そうだな。なんか恋愛ものいいですね。あ、そうですか。うん、あんま見ないですね。確かに、確かに。え、でも、少女漫画とか、そういう。 少女漫画少少女女の時にしか見てないす、ね、少女じゃねい。今何でしたっけ <laughs> でも成人女性は、ね、<laughs> でも成人女性も少女になりたい時はあるじゃんいやあぶなんてそんなもんですけどわかりつつ見やがなりやきもいちしまうのは作品が面白いからおお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  が、こういうね、あのー、展開をなんかこうあまり望まれないから、うん、自分の中でなるほどこう、よそからのね外部入力によるなんか言い方作業的で嫌なだ <laughs> 外部入力 <laughs> インプットしていてーねでもバランスが良かったんですよ全体としてねそうですねコメディがよくできてました、うん ググスス泣くかかと思いきや、ねえー、結構笑かして,終わってきたちょっとその真面目な後のコメディーがすぐ来るからちょっと追いつきません気持ちが追い手引きそうな感じのそうあれだって別あんなコメディーになって終わると思わないじゃん最後何してました、うん、アスタリスクとか,なんかサザンクロスとかデルタたかん <laughs> な,なんだあれ <laughs> <laughs> よくわからんことしいや藤原主義は結局いい仕事するんだな結局なた,かたまに邪魔するけどもカメ、うん、グラも後半からずっと邪魔なはといってことです、はい、じゃあお知らせですちょっと来週からやるとは思いませんが皆様 2>、はい、第2期も見るぞうるさい <laughs> 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 来週からやりますか <laughs> 別に来週からでも大丈夫ですけど皆さんもいかがですか来週土曜日、まあ、ちょうどゴールデンウィーク開けてね、うん、母の日の前ですね前日あー、うん、5月8日からもう始めてよいああパチパチありがとうやりますか拍<手>やりましょう読めるがめっちゃ震えてやだやだってなってるけどなんかにも大丈夫 <laughs> 違気 <laughs> に触れてたんですよね。そうです。わかりました。ちょっと来週ね。できるようになるべく挑戦していきます。よろしくお願いします。はい、みきさん、ああありがとう。はい ちょっとン、ねえー、ハンのアーカイブとか結構タイムスタンプをしてるんですけどあのなるべく押していきますのでやますいやじゃないやじゃない,い,じゃない嬉しいんだよ <laughs> やゃないよいやじゃない,いよこれもう完全にあのかぐや様、ま、<laughs> だんだんかぐや様になってきましたから読みの格好がおかわいいことでこう嬉しい気持ちが表に出ないんですかねああまあどうじゃくん <laughs> はいということでありがとうございましたさあええゆめらか宣伝ありがとうまあ2人から出す明日の宣伝ありますけどねそうですねすかそれ以外は特にあああ,<っ>あるわ言ってください日、明日17時から YouTube やります何されるんですかくえっ、ー、とクッキングシュミレーターだったかな <laughs> ちょっとはちゃめちゃなお料理ゲームをやりますんでよければ遊びに来てください Vtuber の登竜門出た <laughs> 17時からやります日本語版にあ<っ>あのちゃんと書き換えたんでいいですねよろしくお願いしますはいということで明日の宣伝こちらはい今もね現在進行形でえー、っとなんとゴールデンウィーク3日間 <laughs> リレー企画ということで18時から0時までやってて今ねちょうど3組目かながね えとやってるかなと思います。金倉たちではありません。あと、ツイッターの方で、えー、100から行こうぜ、行こうぜはひらがなのタグで検索していただけると、今、配信されている方、見に行けるかなと思いますよ。というのも、えーまあ、参加型というわけではなくて、っていう枠が今、されてて、まあ、見るだけでも全然面白いということで、みんなの模範を見て楽しもうということで、えー、雪氏らし、紫雪とおわらわら文太。 お二人の企画でしていますそれの、えー、中日、明日ですねの、えー、ちょっと遅い時間なんですけど、10時から0時の枠で、なんとですね3人とも視点取ります。いいね。よ。よろしくお願いいたします。はい。ぜひともね、見に来てやってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、ありがとうございました。<laughs> イバイバイ、おかわいいこと。 で終わりましょう <laughs> はいということでありがとうございましたバイバイお可愛い方。バイバイお可愛い,いことバイバイお可愛い,いこと,いいことでもなんかちょっとツンデレ入ってるん、ね、じゃあ今完全今日はちょっと喉が死んでるのでね出ないさあの声喉死んで出てた出てたっけ出てたっけえ練習したって言ってたじゃないですか出ててててててうわーって真似された真似してない <laughs> ジャクリステ真似してるって意識あるの問題だわ <laughs>